ノースリーブがやっぱりダメなのは、ある程度やっぱ名門っていうか、うん、肌の露出を抑えてくださいっていう意味のダメっていう感じで言われるのかな。多分ね、言われる時はそのクラブの人に、ゴルフクラブの人にちょっとその服装はみたいな言われるんですけど、よっぽどのことがない限り女性は言われない、うんうん、男性はやっぱり短パンとかはちょっとよろしくないみたいに言われることもあると思うんですけど、女性はやっぱり、そうそうそう、なんかクルブスそんな入ってますけど、どうなんですか、ね、なんか女性はもう本当わりかし自由だと思います。意外にでもあんまり何も言われない、これはみたいな感じじゃなければ、そう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 、もう本当に基本的にはめちゃくちゃパンツが短いとか、もう異常な感じとかじゃなければ大丈夫だと思いますけどね。ゴルフウェアとして売ってるものとか、まあユニクロとかでも今ある程度なんか動きやすいものとかもあるじゃないですか、それでまあ襟とかがついてたりとか、まあ、ある程度動きやすいものであれば、そんなに、うん、見てる人も気分害さなければいいんですかね。あ、でもやっぱ名門って言われるようなところに行くときはちょっとこうちょっと考えた方がいいかもしれない。まあノースリーぐらいだったら全然 OK だし、着てる人いっぱいいるからあれだけど、入るときのジャケット着用とかはどうなんですか、うん、女性もやっぱり気にした方がいいんですか。なるべく持ってた方がいいけど、私服で出入りするときはそんなに気にしなくていいんじゃないかなと思います、うんうん、でも一応私は持ってる、着なくても持ってる、持って入るとか、まあ着て入るときもあるし、そう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 。でもまあジャケットっぽければ何でもいいからカーデとかでもいいんじゃないかって勝手に思ってるんですけど、まあまあ一応ジャケット男性ほどではないのかな、なんかね、学生、大学生とか高校生だったらブレザーを必ず買わなきゃいけなくって、こう学校のワッペンつけてどこの学校か分かるようにっていうのはしなきゃいけなかったんですけど、まあね、成人してからはそんなにだし、めちゃくちゃ硬い縛りっていうのは本当の本当の名門じゃなければ、多分日本に有数っていうか、多分3本ぐらいの指に入るようなところじゃなければ大丈夫かな、まあ、ジャケット一応持っていけばいいと思う、多分どの辺までゴルフウェアでそのもう直で来る人いっぱいいますもんね。結構、まあはい、そんなに縛りは別にいいんですか。全然 OK だと思います。私もそれで行く時もあるし、普通に私服で入る時もあるし、あんまり私に関しては、まあ、言われるってよっぽどだと思うから、一応自分で気をつけてはいるけど、本当に露出がひどくなければ大丈夫だと思う。まあ、人のね、あれを気を害さないっていうね、まあ僕からしたらどんだけ露出があっても気は害さないですけどね。ああ、それはね、それは人による、ひどいひどいひどい人による、誰だったらだって。いや、やっぱりね、ほらこうそのクラブをこう代表するような、例えばエチケット委員とかあるんですよ、クラブによっては、はい、そういうのが最低のとこだったら、そういう人がやっぱ言いに来たりとか、まあその人が見てふさわしくないと思ったら、やっぱそれはそれでよろしくないんだと思うし、でも本当、ゴルフ場もランクっていろいろあるじゃないですか、ランクって言い方あれかな、ちょっとこう、そのカジュアルで入っていいところとか、もうめちゃくちゃ厳しい。ところとか、でも女性の方がこう最初にこう行くところってそんな名門ってあんまないと思うんですよ。だから割と普通ぐらいからカジュアルめなところが多いと思うから、そういう時はそこまで気にしなくていいかなって、まあ確かに。おっさんが肌露出してたら僕気害するから、それあれですね、女性も女性もそれあるんだなって思いました。やっぱ僕異性の目で今見てたから、あの、はい、同性だったらそうですね。同性だったらそうなのかな。はい。その辺についてはノーコメント。
性の方がね結構縛りはきついかもしれない。ウエアはだって短パン履いたハイソックス履かないといけない、うん、でもみんな守ってないですよね。そうそうそう守ってないですよね。みんなだってクレイソックスにハーパンでみんなやってますよね。女子はハイソックス履かなくていいんでしたっけ。いやでもくるぶし出しちゃダメって書いてますよね。スカートの時書いてる書いてる。でもみんな守ってないですよ。え、うん、くるぶし。いやいや、おそっか。そうだね。そうですね。え、女子ってハイソックスって履かない。私は履きます。履きます。ウェアによって履きます。ウェアによって